5世紀のブリテン諸島の言語分布。青がピクト語、緑がゲール語、赤がブリソン諸語。ゲール語はインドヨーロッパ語族ケルト語派に属する言語である。古くはゴイデル語とも言った。コアイルランド語でゲール語の和者を指すグイドルに由来する。アイルランド語ではグウェイルが、スコットランドゲール語ではゲイルグ、マンシュマ語ではゲイルグという。 本来はアイルランドで話されているアイルランド語を指していたが、後に移民のいたスコットランドのゲール語や万島のゲール語も含まれるようになった。英語のゲイリックは特にスコットランドゲール語を指す。日本でゲール語として紹介されているものはほとんどがアイルランドのゲール語である。今日では上記の3地域で話されているゲール語が残っているが、いずれも英語にとって変わられつつある。 ゲール語話者は年々減少しており、スコットランドゲール語話者は現在約6万人足らずである。またその分布は、スコットランド北西部の高知地方や島諸部に主に限られている。アイルランドゲール語は単にアイルランド語とも呼ばれ、アイルランドにおける第一公用語として指定されてはいるが、この国で日常的にこの言語が使われるのは、 ゲールタハトと呼ばれるごく一部のアイルランド語保護地域だけである。映画ミリオンダラーベイビーでは重要な役割を果たしている。スコットランドゲール語は2001年の国勢調査によって今日スコットランド全土を通じて約6万人の和者がいる。しかし約9万2000人がゲール語を理解できる。その9万2000人の中で半分ぐらいは ハイランド地方や西の島に住んでいる。残りは、低地地方の都会や田舎町にまばらに暮らしている。その他にも、カナダ東部のノバスコシア半島に1000人の母校話者が、いるとされる。マンシマ語は、グレートブリテン島の西方アイリッシュ海に浮かぶ、マンシマで話されていた言葉で、一旦は敗滅した言語と言えるが、復興の試みが続けられている。ケルト諸語の中でも、ゲル語。 アイルランド語、マン語は、キューケルト語に分類され、一方ウェールズ語、コーンウォール語、ブルトン語は、ピーケルト語に分類されている。ピーケルト語は、インウォーソ語の頃語頭が、茶のような音であったものが、P に変化したことから由来しており、一方キューケルト語は、茶のまま変化せず、後に C マイナスと綴られるようになった。ゲール語は、アイルランド英語とスコットランド英語の基礎言語となった。 ありがとうございます。